アニアセヨ、ニーケイです。そしてごめんなさい。本日、オープニング映像が撮れておりませんでした。なので、店内からの撮影です。ですね、今日は、新大久保のルナさんというお店に来ております。で、今回、このルナさんで食べるご飯は、カンジャンセヨ定食、こちらになります。税込みで1408円。まあ、ランチ全部そうなんですよね、お値段。まあ、新大久保の韓国料理のランチにしたらちょっとお高いですよね。まあ、なんで今回、ちょっとこのお高いランチに来たのかっていうのも、後で説明させていただきたいと思います。とりあえずランチメニューはこんな感じで、あとランチにはですね、ドリンクが無料でついてくるんですよ。まずこれが1点ね、ランチがちょっと高めな値段の理由かなと思います。プラス200円だったら、アルコールも飲めるみたいです。あとはこのグリルチーズチキンとかいう新メニューも出たみたい。まあ、ルナさんなんで来たのかとか、そういった事前情報もまだ伝えられていないので、オープニング取り忘れたので、まあそういった点も後で説明していきたいと思います。このカンジャンセイがちょっと美味しそうだった。あとこの豚カラベキムチも頼もうと思ったんだけど、2人前からって書いてあったので、今回は断念しました。あとこのラーメンもすごくないですか？めちゃくちゃ贅沢している。メニューはこんな感じで一風変わったものが多いですね。カンジャンセヨ来ました。丼にこのエビを切って乗せてくれています。エビはまあ、丼に乗せるもんみたいなので、店員さんにやってもらいました。この色鮮やかな、とびっこか、赤いのとか、黄色は何だったかな、漬物みたいなやつで、緑のやつは奥の海苔ですね。そこに黄身がポンって乗った色鮮やかな丼になっております。他にもおかずが4品ついてきます。あとサラダもついてくるのか。サラダとわかめスープがついてきて、こんな感じでランチ楽しんできます。チャーモッケスミダー。今回ね、ルナさんに来た目的なんですけど、ルナさんがですね、2021年の5月にオープンした韓国食堂プラスカフェのお店なんですよ。なので今年の5月ですね、本当につい最近できたばかりのお店です。ずっと気になってたんですよね。なんかこのお店ってどうなんだろう、美味しいのかな、ちょっと怖いなと思いながら気になりつつも、まあどうしようか迷ってたんですよ、行くので。最近8月になってからカフェをオープンしたみたいなんですよ。まだ韓国カフェはオープンしていなくて食堂だけだったんですけど、8月からカフェもオープンして、インスタグラムの方では結構おしゃれなカフェドリンクとか載せてたので、あ、行こうかなと思い今日来て、カフェ利用せずにランチ食べちゃってます。まあ新しい新店のおしゃれな韓国料理店のランチは果たして美味しいのかどうかっていう、まあ値段がちょっと高めなのでね。まあカフェがオープンしたから来たっていうよりかは、色鮮やかなスイーツだったりドリンクっていうのがあって、なんかおしゃれっぽそう、ランチもじゃあちょっといい感じなのかなと思って検証も兼ねて来たっていうのが理由ですね。まあ長々とお話したんですけど、まあそんな感じでとりあえず料理の感想を述べていきたいと思います。まずカンジャンセヨにした理由は、これが一番美味しそうだったからです。スンドゥブとかサムギョプサルとかって結構ね、お店によって味の違い出てて、美味しいか美味しくないかって結構はっきり出るんですよね。だからこのお店でちょっとそれらを頼むのが怖いなっていうのが正直あって、でその中でもカンジャンセヨは、まあ、海鮮だし大概美味しいんじゃないだろうかっていう期待を持って頼みました。その期待は当たってました。美味しいです。カンジャンセヨ定食。まず、カンジャンセヨがエビの醤油漬けですね。このエビの醤油漬けが醤油をちょっとつけたような感じのものもあるんですよね。普段はそういったものも食べてたんですけど、今回このお店はね、もうがっつり醤油つけた、醤油めちゃくちゃ染み込ませたカンジャンセヨです。これを丼にして食べるんですけど、これがね、すごくいい食感を出しています。まず赤いイクラみたいなプチプチしたやつあるじゃないですか。あれ何の魚か忘れたんですけど、まあとびっこっていう材料なんですけどね、材料具材ですよね。あれがすごく口の中で弾けるんですよね、いい食感で。イクラだったらまあプチチュワみたいな感じでエキスも出てくるようなイメージなんですけど、こいつは食感を楽しむって感じかな。口の中でプチ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 弾けて、それが楽しいですね。でその食感が美味しさを引き出してくれてます。でさらにこのエビがですね、すごく醤油を漬け込んでるので、別にプリプリじゃないんですよね。弾力もないし、ただプチッと表面が割れて、そっから醤油のつけた旨味っていうのがジュワーって口の中広がっていくんですよね、徐々に徐々に。もうそれがご飯とかの絡まって、その美味しさを引き出してくるので、すごく美味しいんですよね。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、美味しいです。僕カンジャンセヨの丼っていうのは違う店舗でも一回食べたことあって、でインスタグラムだけでは紹介してたんですよね。まあそこのカンジャンセヨはまあ
まあ美味しいっちゃ美味しかったんですけど、骨が残ってる、殻か、殻が残ってるような感じだったので、まあ、美味しいけど美味しいけど、まあまあまあ、まあ楽しめるなみたいな、まあ美味しいみたいなレベルなんですよね。ただやっぱりここのは、しっかり殻も残さずってか切ってくれて、身だけをまず丼の上に乗せてくれて、で、かつ、エビがすごく漬け込んであるので、旨味っていうのがすごく凝縮されてるんですよね、エビに。だからね、食べててね、本当に美味しい、ここのカンジャンセウ丼は。ランチの値段高いし、店内なんかおしゃれな感じだし、なんか見かけ倒しかなって本当に思ってたんですよ。本当に思ってたけど、まあその思い込みは本当に失礼しましたって感じでしたね。ちなみにおかずに関してなんですけど、まあおかずは正直普通でしたね。おかずの種類がマカロニ、キムチ、あとひじきみたいな黒いやつと、あとなんか漬物、茶色い漬物みたいなやつがあるんですよね。まあ、これらはぶっちゃけ普通でしたね。まあ、やっぱここだけはね、なんだろう、他の家庭的な本場の味を追求したみたいな韓国料理屋さんにはかなわなかったですけど、まあでもカンジャンセウは美味しかった。まあ、美味しかったですけど、ただランチが1408円なんですよね。カンジャンセウ定食だけじゃなくて他のランチもそうなんですよ。なんでこんな高いのかってなるんですけど、まあおそらくドリンク代ですよね。ドリンク無料って歌ってるんですけど、そのランチの中にドリンク入ってるんだと思います。絶対そうです。まあだからそれもあって高いんだと思って、で、あとはまあ強いて言えばめちゃくちゃでっかいモニターがあるんですよ。床から天井まで届くようなモニターがあって、ちょっとしか映してなかったんですけど、そのモニター、もうその大画面で K-POP を思う存分見ながらご飯を楽しむっていう、まあその付加価値がついてるのかなって思っています。でもモニターね、予想以上にでかいです。予想以上にでかくて、僕将来家買っとき自分の家にもあんなのしたいなって思ったぐらいでかかったです。ああやってでっかいモニターにして K-POP とか見たいなとか、韓国ドラマ映画とか見たいなとか本当に思えるぐらいでかくて、圧巻したんで、まあそれを見に一回来てみるっていうのはいいかなって思う。まあランチはやっぱり相場的に高いんですけど、一回ね楽しみに来るのはいいかなと思います。カンジャンセウ定食だったら美味しさ保証できるので安心してください。チャームゴスミだ。美味しかったです。カンジャンセウもね、エビもひんやりしててね、美味しかった。エビのひんやりとご飯の温かさっていうのがいい感じに相まってて美味しかったです。量もね申し分なかったし、普通にランチお腹いっぱいになれましたね、ここの。まあただランチの値段は正直高いです。まあソフトドリンクの無料の値段がその中に入っているんだと思うので、まあソフトドリンクとかいらないわとか思ってる方にとってはそこまでお得じゃないかなとは思うんですけど、まあ一回ね来てみてもはいいかなって思います。あとカフェとして利用してみるのもいいかなって思います。カフェのねドリンクとかこんな感じでスイーツとかねインスタグラム載せてたんですよ。結構おしゃれな感じでいい感じの写真載せてて、まあ味知らないですけど、まあまあカフェだしいいんじゃないかなと思います。他のお店で韓国料理食べて、まあカフェに入ってみよう、どこがいいかな、あここ入ってみようっていうので大迫力の K-POP に圧巻されながらね、まあ楽しんでみるのもありなんじゃないかなと思います。あと今回オープニングが撮れておらず申し訳ございませんでした。なのでちょっとバタバタしたアテレコになっちゃったんですけど、そういうことがないように今後は気をつけていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日は新大久保にあるルナさんのカンジャンセウ定食ランチのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ遊びに来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョーン。